中国が生んだスーパースターリー・リンチェイは1963年4月20日生まれの19歳です。身長 166.5 センチ、体重60キロ、胸囲92センチの体格は決して大きいとは言えません。8歳の時から武術を習い始め、1974年にはわずか11歳で全国武術大会少年の部で総合チャンピオンに選ばれるという驚くべき天才少年であったのです。北京市内にある北京武術隊はリー・リンチェイが育ったゆりかごです。彼はここで少林拳の一から習い始め、太刀、双剣、棍棒、その他武芸18般をマスターし、全身全霊を打ち込みました。彼は先生の指導のもとにカンフーと呼ばれる格闘術の基本を学んだのです。この頃からすでにカンフーの海外のスターだったブルース・リーやジャッキー・チェンを夢見ていたのでしょうか。このフィルムはリー・リンチェイの子供時代の貴重な通信です。1974年、初めて全国大会で優勝する以前の彼は中国国内においては全く無名の少年でした。当時彼が少林拳では著名な烏林先生の指導を受けていたことさえ誰も知りませんでした。それは国情の違いもありましょうが、国の栄華を競う青年に育てるために密かに厳しいトレーニングを積んでいたのかもしれません。なぜなら少林拳はただのスポーツではありません。技を磨く武道ではありません。必殺の拳法といわれる術に対して術で立ち向かう生か死かへの錬磨であったはずです。そのことをリー少年は知っていたのでしょうか。リー少年はある日万里の長城に登りました。万里の長城に立っていつかは中国少林拳の頂上に立つことを夢見たことでしょう。1974年中国全国武術大会少年の部で個人総合チャンピオンになったリー少年は初めて外国に出かけました。これはメキシコを訪問した時です。そしてメキシコからアメリカへ、中国武術代表団とともにアメリカを訪問したリー少年は行く先々で熱烈歓迎を受けました。特にハワイでは日本の柔道や相撲同様にこの豆剣士たちを驚きの目で迎えました。本試験、リーの本試験は動作が素早く力に満ち溢れています。中国風に言いますと、本試験のきらめき気迫満々、双剣雨のごとし、素早き一条の鞭と言われます。リーの華麗にして気迫十分の術をご覧ください。
我来吃饺了，二十三个人，我们家缺那么多人也包不住人三个人。ところで、少林拳以外のリーリンチェイは一体どんな少年なんでしょうか。この豆剣士の素顔を覗いてみましょう。リーが兄や姉と一緒に母の50歳の誕生日を祝っているところです。中国ではお正月や誕生日などおめでたい時には餃子が作られます。リー少年は母にケーキのプレゼントをして感謝の気持ちを表します。2歳の時に父を亡くし、母は5人の子供を育ててきました。彼の武術の訓練にはいつも母が温かく支援しています。应该吃正好50个饺子才对是吧。妈今天过生日咱都到齐了啊，我买了蛋糕，这第一道リーはただ武術に精通しているだけではありません。厳しいトレーニングの合間を縫って文芸や芸術の勉強も怠りません。特に読書を好みます。そしてシーカを愛しています。彼はこんな詩も書いています。天高く名山あり、武林兼教を任ず、自らの長短を常に語り、さらに一段高きに登らん。一歩一歩の訓練が大切なことを詩に託しているのです。リーは将棋が好きです。練習の合間を縫って家の前に椅子を持ち出し、先生と中国将棋を楽しみます。これも心身修行の一つだといいます。厳しい肉体の修行に対して中国将棋は精神の訓練になるんです。リーがトレーニングするのは少林拳の型ばかりではありません。動的な少林拳に対して時には静的な太極拳も学びます。この老人は97歳になる太極拳の大師匠ウー・トンナンです。老人たちは太極拳の神髄をリーに手取り足取り丁寧に模範指導します。その一つも見逃すまいとリーは必死に見ています。まるで獲物を狙った鷹の目の輝きに似ているでしょ。リー・リンチェイの得意技の一つ水拳。酔っ払って千鳥足でふらふらさまよっている様を見せながら相手に隙を作り、その隙を攻撃するという武術に結びついた剣です。剛から柔へ、静から動へ、この独特の水拳は大師匠から直接指導を受けてマスターし、リー・リンチェイ風にアレンジした極意の術といえましょう。その水拳の術をとくとご覧ください。
さて、火花を散らす少林拳の秘剣や奥義の数々は、今までに申し上げた通り一朝一夕にできるものではありません。そこには人知れぬ努力と忍耐と練習と修行があるのです。言い換えれば肉体の限界へのチャレンジなのです。中国ではこんな言い方をします。座して鐘のごとく、立ちて松のごとく、歩いて風のごとく、伏して弓のごとし。これらは少林拳に限らず、中国武術訓練の基本なのです。訓練は気を緩めてはなりません。怠ってはなりません。苦しみから逃れてはなりません。これが少林拳の成功の秘訣です。冬は冬至から27日間訓練し、夏は土用の30日間特別の訓練に汗を流します。このように一日たりとも怠らず、その時その場に合ったやり方で李独自の訓練を繰り返し繰り返し行います。時には日本の空手道や合気道に似た術も取り入れます。これは剣打流星といって、リーが考え出した独特の訓練方法です。ボクシングのトレーニングに似ています。前後左右を攻撃し、四方八方を防御するやり方です。特に訓練するのは手、目、歩みです。さらに飛び、移動し、伸ばし、かわし、回り、まさに人の目を翻弄させるやり方です。こうして訓練した技を、術を、肉体をくまなく披露してくれたのが映画「少林寺」。正確で力感ある剣さばき、華麗な剣の技、清潔感あふれるマスクは一人の新しいスターの出現です。私を育ててくれた。私は自分の全てを祖国に捧げる。世界中の人々は知っている。武術の根源は中国にある。わずか11歳で少年の部でチャンピオンの座に輝いて以来、12歳から全国武術大会で5年連続個人総合チャンピオンという偉業を成し遂げました。この記録はまだ破られていません。